はい、今回は龍の割り石目指して行ってみます。秘密の巨岩、と呼ばれる龍の割り石ですね。そこまで行ってみます。まあ鬼滅の刃のモデルとなった岩っていうのは結構全国にあるみたいですけど、まあとりあえずどっか行ってこうかということでここにやってきました。名前がいいよね、龍の割り石っていうのが。この先か。こっちなのか。おお、眺め最高。見晴らしの丘休憩所。車では行けたのか、この感じは。
お、あれだ。これが竜の割り石ですね。切るとこうだね。ここですね、ここ。ここですね。竜の割り石。これなんか取れそうだよね。パカッて。ちゃんとロープまでね、丁寧に。はい、ということでここが竜の割り石ですね。